わしの顔が定まらんのやろ。お前さんのイメージがコロコロ変わるさかいな。誰やあんた。分かってるくせに。ほらもうちらついとるやろ。胸に手当てて。よう考えてみ。目つぶってお前さんの脳の片隅は。まあ、どうだろう。神様リンダナほんまはダイヤでもええんやけどね、暑いでも薄いでもそんなもんただの着替えさかいね。こらえしとるようやね。おっぱい見る。唯一の解決策は素直になるこっちゃね。そしたら簡単に正しいものを拾い上げることができるやろ。あくまでもお前にとっての正しいやけどね。まあ今さらカウンセリングしても始まらんか。死んだ。僕死んだんですか。イエース。本当にあんな無残なかっこ悪い死に方で、まだ二十歳なのに、僕は何のために生まれたんですか。神様は、神様は戯れに僕らを作ったんですか。こんなことする場合やなかった。デートなんやったわし。デート。うん、だからもう終わり。君ここんとこまっすぐまっすぐ歩いていき、そのうち消えてまうから。あの僕の来世は。うん、来世。何来世って。もう君姉妹やからそこまっすぐ歩いていきって言うてるやろ。そしたら消えてしまうんでしょ。次は、次はもうないんですか。本当にもうおしまいなんですか。神様、本当に本当に。よし。おまはん見てたのか。何度も何度もおまはんの脳天板ぶち抜かれる衝撃の映像ば。わしが見事にリミックスしたおまはんの臨死のシーンば見ただろうか。おまはんは死んだんじゃ。神さん、僕なんでもね、すまねえ、ミシられる。
お前の体に、頭に。俺は戻る。戻れるわ、マハゲをやっつける。何よりも力強くまっすぐと伸び伸びと楽しく、生き生きと全ての力でやってみる。やるよ。やってみ、信じてやってみ。戻れる、やりますぜ、とことんやってみます。ついとるで、ついとるで。お前もやらしたのね。ほら立てや、下の方も立ててな。それは二度と、二度と。ごめんなんじゃー。